私決めたわ。何をだよ。何か決める前に視聴者の皆様にご挨拶するのが礼儀じゃないのか。あは、不思議さ、左遷。はぁ、うすうす、左遷左遷。なんだお前。落ち着きました。皆さんこんにちは。こんばんは。今回もマイクラの実況を始めていきます。で何を決めたんだ。タケノコを探す旅に出ることよ。多分近くにないのよね。それはやるって言ってたからな。それはそうなんだけどね。とりあえずお家に戻ってこれるように、道に松明を記憶していくわよ。何の成果も得られませんでした。日が落ちてきたよ。早く帰らないとモブが湧くぜ。それはご勘弁。とりあえず早く帰らないと。大丈夫か。大丈夫。イージーだもん、イージー。慣れてきたらノーマルにするもん。ほんとかな。大丈夫。死ななければ、死ななければば。いいのよ。なんか不穏になってきたな。これはダブル村人ゾンビ。痛い？金のリンゴさえあれば、村人にして攻撃を、と言いつつ殺すやつ。あとはお前が、ああ、せいせいせい。悪霊退散、悪霊退散、悪霊退散。おし。あ、ゾンビ。ムシムシムシ。どんどんついてくるぞ。振り払えば大丈夫よ。多分、なんか雲とゾンビが来たぞ。開いた？大丈夫よ。アスケさん、あいたたたた、やめなさい、逃げ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 。おお、怖い怖い怖い。痛い？あ、これ死ぬやつじゃない。そんなことないわよ。多分、逃げ切れれば、逃げればいいのよ。斜め走行斜め走行。スケさんのエイムを見くびるなよ。だからその先見性のある言葉はおやめなさい。言葉は偉大な力を持つのよ。だからそんなことを言うと逃げられるものも逃げられなくなってしまう。うわあ。ナムさん。もういいもん、寝るもん。結局は雲にやられたんだな。そうね。おはようございます。遺品回収してきます。周りに気をつけてな。ふえたぶんここら辺だと思うんだけど、なくし物ないようにな。5分経ってないし、ロストはしていないと思うんだけれど。おお、残ってたな。回収回収してきます。こんなところかしら。持ち物確認。と言っても何持ってたかよく覚えていないのだけれども。ガバガバじゃねえか。たぶん大丈夫よ。たぶんね。見つからないわね。ジャンクごとに一定にみたいなのを息に書いてあったと思うんだけど。自生しているのは山岳と森もバイオームだっけか。そうね、桜の木が同じようなとこ。あったー。よかったわー。タケノコちゃん、私あなたを一回死ぬまで探していたのよ。すごい喜びようだな。ふ当たり前じゃない。タケノコちゃんはクワで回収ね。おお、もう一個。あわう。あれ、そんな耐久減ってたかしら。鉄のクワ持っててよかったわ。あ、もう使っちゃったー。うるさいわ。痛いでしゅまりちゃん。はぁ、すみませんでした。あ、ねえねえ聞いてよ、牛さん。マリサさんが怖いんだよ。タケノコいただき。よしよし、牛さんは私の味方よねー。ね。よし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 。いい子だいい子だ。うん。何のご用なんですか？カメラでと。というわけでエリについています。なんかかっこいい馬さんか。本当だな。おお。かっこいいっす。影元入れててよかった。ここでそれを思うか。だって影元なしで考えてみてよ。ただの馬よ。いやこれもただの馬っちゃ馬だからな。おお、いいところで。かっこいいですな。というわけでお家に帰ってきました。綺麗だな。そのうち全部キツネリにするから。キツネリにすると部屋が綺麗に見えるよな。松明って意外に目障りなのよね。リソースパックを導入したらいいんだろうけど、ハルシオンデイズ入れたら桜が鉱石みたいになってやめたのよね。いいテクスチャなだけにもったいないな。名残惜しいわ。ということで帰宅しました。お帰りなさいだぜ。せっかくタケノコ手に入れたし、タケに成長させようぜ。そうね、確か人工的な光源がいるのよね。明るさレベル10以上の光源だな。松明でいいわよね、多分な。それじゃあ明るくなってからタケノコを植えに行くわ。おはようございます。それじゃあタケノコ植えるわ。ここでいいや。可愛いわね、美味しくなるのよ。後で竹本で作れるご飯でも作ろうか。バニラのご飯ばっかりでも良くないしな。やったぁ。あとは竹本に入ることだし。お家を改造してもらおうか。わかったわ。これって骨粉で成長するの？するんじゃないか。スケさんのおこぼれいただいてたから使ってみましょう。霊夢倒したことないからな。うるさいわね。いいでしょう、初プレイなんだから。そうだな。ということで持ってきた。最高10まで伸びるらしいぜ。それはすごいわね。竹のブラインドにしてもいいわよね。それは竹ブロックっていうのがあるから使ってみてもいいと思うぜ。そうなの、いいわねそれ。ちょっと壊してみましょうか。高さ2だから2つだな。よし、これで拠点を少し小綺麗にしちゃうわ。拠点の改装前
前に少しブランチマイニングをやってしまいます。おう、頑張れ。掘っているところをダイジェストでお送りするわ。まずレッドストーンね。たくさん取れて嬉しいわ。次は鉄鉱石よ。言わずもだな。レッドストーンその2。エメラルドよ。一つしか取れなかったわ。はたまた鉄鉱石確定。もう一回鉄鉱石。レッドストーンで。金鉱石よ。鉄鉱石。と思ったら。スケさんか。どっから湧いたのでしょう。松明はつけてるのに。峡谷のところの穴が完全には埋まってなかったんじゃないか。なんかあり得るわ。終わり。初めてスケさん倒したわ。金鉱石ゲット。そして、これはダイヤさんです。おぉ。行動の本ってたら当て前当てました。運がいいな。でしょでしょ。実績解除。嬉しい嬉しい。なんだかわいいな。なんでもないぜ。そう。へへ、どやどや、ダイヤだぞ。しかも8鉱石だぞ。うまいぞ。そうだなそうだな。地上に出てきて新たなタケノコちゃんを求めて探索するよ。今の竹からタケノコが出るまで待たないのか。ずっと晴れでタケノコが成長する雨にならないのよね。雨になるのも確率だろうし。それなら手っ取り早く自分で取りに行こうって感じか。そうよ、いいでしょう。いい考えでしょう。そうだな。私のタケノコセンサーが働いているわ。ここにタケノコがある。いや、ロケハンしただけだろ。なな何を言っているのでしょうか。そいいことないじゃないでしょう。声が上ずってるぞ。へえ、そんなことないわよ。わざと低くしてもわかるぞ。それじゃあタケノコ植えましょう。回収も一緒にしようぜ。了解よ。たくさん取れるわね。高さがあるからな。なんだか不穏な雰囲気。ああ、匠様はやばい。せっかく取ってきたタケノコちゃんが踊ってるぜ。くそ、たぶらかしおる。それならこっちにも手はないけれど、なんとしても匠様に被害には合わせない。さあ、たくま、こちらこちら。お、しのぎないな。構わんよ。何のネタやってんだお前ら。ジェス。うわぁ、やめてぇ。あぶぼぶ、竹は大丈夫そうだけど、その周りがなかなかすごいことになってるな。ちょっとえぐられちゃってるわね。直します。さて、いきなり場面は変わるぜ。これは竹本のいろりを作ろうとしているんだよな。その通りよ。何回も何回もレシピを見返してるの。材料は、木炭3つと鉄格子、火打ち石とお金、つづらよ。つづらに道具が入っているっていう設定らしいな。つづらってただの入れ物だもんね。ということでいろり完成。で、このいろりって何に使うの？これは竹本で追加される美味しいご飯が作れるぜ。美味しいご飯。いいわね、いいわね。それじゃあ早く作ってしまいましょう。ついでに石臼も作ってくれ。材料は丸石とつづらだぜ。石臼は何に使うの？お米が取れるぜ。それはいいわね。とつづらを置いて完成。よし、これでオッケー。いろりの下を丸石にしたんだな。なんだか燃えそうで怖かったのよ。木だもんな。マリサーお米って言ってた。下でもみを入れたらいいのよね。他にも石を砂利を砂、骨を骨粉、小麦を小麦粉とか様々なものを粉砕できるぜ。それは便利ね。現実ではそんなもの粉砕したら大変なことになりそうだけれど。そうだな、目が詰まるな。もうそろそろできるな。これは生米だぜ。お米？これをいろりで炊くと白米ができるぜ。なんですって、それはいいわね。これは、まあ、生米をマスが多い方に入れてみ。わかったわ。調理が始まったわね。お、ご飯ができたぜ。白米ね。わーい、いただきます。何出し惜しみしてるんだ。出し惜しみするなら牛飯も作ってみてくれ。生米と生の牛肉を調理して。調理してして。牛飯、美味しそうね。ふ、どうよ、美味しそうでしょ。みんな、夜中に見るのよ。牛飯よ。さあ、牛飯よ。うるさいな、お腹が減るだろう。ほらほらほら、どうよ、私の牛飯、食べたいでしょう。食べたいでしょう。ふ、美味しかったわ。食べられないなんてかわいそうだわ。どれだけ煽るんだ。あ、間違えちゃった。次はお家の口改装ね。竹柵を作っていってくれ。窓を竹柵に置き換えるのね。そうだぜ。竹だけでクラフトすると、まず目の粗い柵ができて。これを。こんな感じに置くと目がどんどん細かくなっていくぜ。なるほどね。それじゃあこの目のやつと、もう一段階目の細かいものを用意しましょうか。それじゃあ手始めにこの窓から手をつけていきましょうか。撤去して。目の粗めのものを置いていくわ。さっきより視界が良くなった気がするな。モブとかサトウキビの成長がわかりやすくなったわね。この調子でもっと置き換えていくわ。こんな感じかしら。なんか木が出てきたてきたな。あとはドアが横引きになったら最高ね。じゃあやってしまうか。いいわね。ここから見るととても綺麗。いい感じに仕上がってるな。じゃあ縦格子ガラス戸を作ろうか。ガラス板立てでて。
おお、できたわ。じゃあ早速設置してしまいましょう。開ける方向おかしくないか。本当ならおかしいんだけどね。滞りなく通るにはこれが一番よね。見た目に美より実用的な美を求めるわ。せやな。それじゃあ今回はここで終わっておこうか。わかったわ。次回からは紅葉にも手をつけてもらうぜ。油田の場所とか探すために地図を作っておいてくれ。わかったわ。マーカーの機能をいじって多分つけておくから一応楽しみにしておいてくれ。なんか不確定な言い方ね。まあ、多分大丈夫さ。それじゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。